タイタニック探査艇に何が起きたのか。59歳の誕生日の6日前に一生に一度の旅に出れることを決意したこの男性は航空機販売代理店アクションアビエーションの CEO です。ヘイミッシュ・ハーディングは100万ドルの資産と幸せな家庭があり、それ以上に彼は私たちのような凡人には考えられないような挑戦をしてきました。伝説の宇宙飛行士バズ・オルドリンと一緒に南極点を探検したり、チャレンジャー号に乗って海底を探検したり、億万長者ジェフ・ベゾスのブルーオリジン航空機で宇宙旅行したりしたのです。彼はギネス世界記録に3回登録されています。ハーディングがタイタニック号の征服を決意したことで111年間海底で眠っていたこの伝説の難破船タイタニックは新たな犠牲者を出すことになったのです。これは広大な海の底で静かに爆発し宇宙のゴミのように無力になった潜水艦タイタンの物語です。タイタンの大きさは 6.7×2.8×2.5 メートル、重さは 14,000kg です。深さ 4,000m までもぐり、時速 5.6km の速度で移動することができます。この船は5人乗り用に設計されています。つまり人々はチタンとカーボンファイバーでできたチューブのような狭い空間に座らなければなりません。耐圧室は外側からボルトで固定されているため、中に座っている人は自力でドアを開けることができず、外側からのサポートが必要になります。この船には4つの電気推進エンジンが搭載されています。船体はロジテック製のゲームコントローラーによって制御され、イーロン・マスクのスターリンク衛星通信技術も使用されています。暗い海底に飛び込むと、中の乗客はライト、レーザースキャナー、そして外側に取り付けられたカメラを通して外を見ることになります。また有人深海潜水艇としては最大級となる内径 31.2 センチメートルの耐圧ガラスドアからは直接外を見ることができます。オーシャンゲート社はこの船にはモニタリングシステムが搭載されており、人命に関わるような状況になる前に船体の損傷を早期発見し安全に浮上できるようになっていると宣伝していました。しかしこの船に乗り込むために25万ドルを費やした乗客は全員誓約書に署名する必要がありました。その中で最初の3ページは死亡のリスクについて言及しており、文書にはこの活動はいかなる法的機関から承認も認証も受けていない実験潜水艦内で行われており、その移動手段により身体的外傷、障害のリスク、精神的外傷、または死亡が生じる可能性があると書かれています。それにもかかわらず6月18日この5人の乗客はタイタンに乗り込みました。彼らはどんな人物だったのでしょうか。まずは英国の富豪、航空機販売代理店アクションアビエーション社 CEO のハミッシュ・ハーディング氏、次にパキスタンの億万長者であるシャザダ・ダウッド氏とその息子のスレマン・ダウッド氏です。ダウッド氏はパキスタンのエネルギー技術グループであるエングロコーポレーションの副社長であり、世界的に有名なチャールズ3世慈善団体の世界諮問委員会のメンバーでもあります。今回の探査隊のリーダーはミスタータイタニックとして知られるプロのダイバーポール・アンリ・ナルジョレット氏、77歳で1987年にタイタニック号の最初の探査隊のリーダーでもありました。最後のメンバーであるストックトン・ラッシュ氏はオーシャンゲートの創設者です。ラッシュ氏は1981年にわずか19歳で世界最年少のジェット輸送パイロットになりました。ハーディング氏は乗船前にインスタグラムに、カナダのニューファンドランド島が悪天候のため、この遠征は2023年のタイタニック号への最初で唯一の有人ミッションになる可能性が高いと投稿しました。この時点で覚えておいていただきたいのは、タイタンは潜水艦ではなく潜水艇であり、港から潜水地点まで往復するのに支援船であるポーラープリンスが必要で、2隻の船は継続的に相互に通信しているということです。計画によればタイタンは午前4時頃に潜水を開始しました。潜水は2時間30分間と予想されていましたが、わずか1時間45分後、
ポーラープリンスは深さ3800メートルでタイタンとの連絡が途絶えました。オーシャンゲートは、船内の酸素は96時間、つまり4日分、十分にある。6月18日以来、救助隊は手遅れになる前に、犠牲者を救出することを願って捜索している。捜索機が、ソナーブイを投下し、行方不明のタイタン潜水艦の位置付近で信号を記録したところ、現在その地域では30分ごとに大きな騒音が発生している。4時間後、さらに、ソナーブイを投下したが、依然として音は聞こえていると述べました。時間が経つにつれて救出への期待は薄れ、ついに誰も望まなかったが必然でもあった知らせが届きました。6月23日、5日間の捜索を経て、米国沿岸警備隊はタイタニック号の船首から約500メートルで発見された破片がタイタンのものであることを確認しました。まず遠隔制御ロボットが船の円錐形の鋼板を発見し、その後大量の瓦礫の山を通過し、そこでロボットはタイタンの耐圧室の前面を発見し、次に耐圧室のもう一方の端を含む小さな破片を発見しました。すべての証拠は船が海底で爆縮したことを示しています。しかし、いつの時点で爆縮したのかはまだわかりません。捜索機が72時間拾い続けた奇妙な音は、爆縮とは無関係であることが判明しました。とにかく、深海に何があったのか、何が起こったのか、私たちには分かりません。唯一確かなことは、船は圧力に問題があり、小型爆弾のように爆発したということです。タイタンが潜った深さでは、地表の400倍の圧力がかかりますが、潜水艇は海底の巨大な圧力に耐えられるように設計されています。しかし、船体の損傷やわずかな欠陥でも漏水につながり、巨大な水圧の下で船は一瞬にして爆縮してしまいます。映画では数えきれないほどの爆発を見てきましたが、この場合は内部の圧力が外部に解放されるのではなく、外部の圧力が容器内に流れ込みました。爆縮は一瞬で、わずか1000分の1秒のことでした。同じような状況は1961年に潜水艦 USS スレッシャーでも起こりました。1963年4月10日、テスト中のアメリカ海軍原子力攻撃型潜水艦 USS スレッシャーはマサチューセッツ州ボストンの東 300km に潜航しました。最新鋭の兵器システムを搭載した最速の潜水艦は水深732メートル付近で海水圧によって圧壊しました。後に専門家は、爆発はわずか1、20秒で起こり、乗組員129人全員が一瞬のうちに死亡したと推定しています。せめてもの慰めは、タイタン号の犠牲者たちもおそらく災害が起こったことさえわからず、あっという間に息を引き取ったことでしょう。なぜ大富豪は密封された刑務所のような筒で、別の惑星のように冷たく暗い場所に行って遺跡を鑑賞するのか、皆さんは不思議に思うでしょう。それは単純にタイタニック号が神秘的な船だからであり、それが崩壊するのを見るのはとても刺激的だと思いませんか？しかし問題は、その神秘的な船まで連れて行ってくれる乗り物があまり信頼できないことです。オーシャンゲートは2018年、船の安全性について懸念を表明したデビッド・ロッチリッジ最高執行責任者を解任しました。ロッチリッジ氏によると、船の覗き窓は深さ1300メートルの圧力と水圧にしか耐えられないと言いました。一方、オーシャンゲート社は、大西洋の海底水深3800メートルにあるタイタニック号の沈没船など、水深約4000メートルの場所に乗客を乗せていく計画を立てていたのです。ロッチリッジ氏はまた、同社の最高経営責任者で、今回の事故で亡くなったストックトン・ラッシュ氏を批判していました。ロッチリッジ氏は、ラッシュ氏は会社の利益のために安全を軽視し、タイタンを安全認証機関に持ち込むことを拒否したと言っています。つまり、タイタンは認証を受けていないが、オーシャンゲートはアメリカの規制をかいくぐり、国際水域にタイタンを投下しました。ここではアメリカの規制は何の影響もありません。というのも、通常タイタンはカナダの輸送船に積み込まれ、
タイタニック号の近くの北大西洋の公海に行き、そこにタイタンを投下することになります。主権水域で運航していないタイタンはどの国にも登録されていないため、関連規制の対象にはならないのです。わかりやすいように次のようなことを想像してみてください。トラックに列車を乗せて運ぶ場合、警察はトラックが良好な状態にあるかどうかをチェックしますが、列車をチェックする人は誰もいないのです。オーシャンゲート社は声明を発表し、被害者たちは素晴らしい真の冒険家であったと述べました。私もこの声明には同意します。しかし冒険者には信頼できる車両で移動してもらうのが当然であり、信頼を誤ると命が危険にさらされる可能性もあるということを忘れてはいけません。